えー、皆様こんばんはんボギー大佐の言いたい放題2022年11月11日金曜日1111 11でワン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 と言いながらなぜか、えー、写真はヤギなんですけどね。 さて、えー、今日もですね、南の島、沖縄、まあ、昨日に引き続きまして、まあ、昼間はね、ちょっと晴れ間が見えて、真夏のような暑さだったんですけど、まあ、午後3時ぐらいからはまた雨が降り出しまして、えー、それからずっとまた雨でございます。もうまるでね、梅雨に戻ったかのような天気が、えー、最近この3日間ぐらいずっと続いておりまして、 もうね、我があの毛深き秘書さんは、えー、いつものフリスビーに行けないということでストレスマックスでございましてまあちょくちょくワン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 と、えー、泣いてですね私を困らしております。さて、えー、本日の、えー「ボギー大佐の言いたい放題」まあいろんな話題がたくさんございますがまあふとね、えー、動物のことをねちょっと。 考えてみたら反基地活動家っていう人たちは動物をねあの自分たちのそういった反基地活動の現場にいわゆる強制連行をしてるんですよね。まあ、これはあの違法テントの中でヤギと一緒にねえ座り込みをしている、まあ、ある活動家の姿なんですけど。 まあ、ヤギにしてみたらね、こんなところに来るなんて、本当に嫌で嫌で仕方がないんじゃないですかね。また、彼らがよく使うのが犬でございます。犬はい、犬もね、連れてきて、いわゆる半吉犬ということでございましてね。犬もね、あの新吉建設に反対してるんだなんて言って、あの、乗っけたりしますけど、いや、本当にね、この人たちって。 うん動物虐待じゃないかななんてね思ってしまっておりますさて、えー、今夜もですねはい、えー、週末ということで多くの方々が見えられておりましてありがとうございますまず三口ニラはハツさんでございます音声も良好ということでございますコウスケさんコウさんこんばんはんこでございますコウスケさんとボギー中佐からはシマラッキョウスムージーでございますよはい、えー、コウスさんからは恒例の クラッカーでございいますはい、さん DHC がオリックスに買収された日ということでございまして DHC がオリックスに買われちゃったんですねはいまあ番組がおちきになるから何かあるんかななんて思ってたんですけど、まあ、DHC っていうところはねやっぱりそういった、えー、サプリメントではもう最大手ですから。 もう王道行くんかなとな思っていたんですけど、オリックスさんに買収された日ということでございます。肉球さんからは、はい、ニ、え、ラ、ー、でございます。やっぱりニラですよ、ニラ。はい、えー、活動家の元気の源はニラということでございまして、カルガモさんからはニラ茶。はい、それから、えー、キャスクもいただいております。三月さんからはニラ。はい、それも連発で、ニラニラ。 ということでございます江戸前あさり小僧さんからもニラでございますやっぱりニラなんですよねはいもう今ね何もかもがすごい高くなって野菜なんかもね買うのすごい躊躇したりするんですけどニラはねほっといても生えてくるんでこういう時に非常にありがたい黒海軍工商さんからもニラでございますニラですよねやっぱり黒海軍工商さん何にしてもうまいのがニラ まあ最近私がハマっているのは自家製のねニラでつぼニラを作ってですねまあそれをねご飯の上にのっけて食べるというのが非常にうまいつぼニラ。もうつぼニラをね本当にあに自分で味を調整しながらね作ってそれご飯の上にのっけて熱いご飯の上でつぼニラのっけて食べるとねもう本当に幸せな気分になりますよ。 ハツ、はい、さん、ファーマーズマーケットでも高いですかということなんですけど、そうですね。レタスが1個250円ぐらい。それか、サラダ菜が150円ぐらいですかね。はい。えー、最近、玉ねぎと、えー、じゃがいもはちょっと安くなってきたかな。まあ、そんな感じでございますけどね。はい。<laughs> 埼玉 警備隊ラインバッカーさんから。はい。<laughs> はい。ニラと水仙間違えたら大変なことになっちゃいますよということでございまして。まあ私のところでは水仙を植えていないんでね、ニラしかないから大丈夫だと思うんですけど、なんかよく似てるらしいですよ。ね。はい。 いやーしかし本当にね、まあ、中佐が今ひろゆきさんの話出してますけど相変わらず沖縄のね、えー、左翼とか、まあ、ある新聞社の記者とその、ね、部下たちはいまだにひろゆきさんのこと引きずってるようでございましてねよっぽどプライドが許せなかったのかなはい,いや本当にねみっともないっ,て言ったらありゃしない本当にひろゆきさんとね堂々と、えー、討論でもすりゃいいのにねそんなことはせずに あの身内のねうちわの同じ方向性のものだけ集まってひろゆきさんの悪口言ってね傷口舐め合って勝利宣言っていうのが最近の彼らのやり方でございまして見てて本当にみっともないななんてね私思ったりしております。さてまあこういったね反吉運動いやー本当にいろんなところにねヤギさん出てくるんでございますけどねはい。 でも皆さん、こういったヤギさん、こういったところに動員された後、どうなると思います、はい、ヤギさんですよ、皆さん。こういうね、ハンキ運動に <laughs> 動員された後、どうなるんですかね。まあ、これはいわゆるハンキチヤギさんなんですけどね。あの機動隊の車の撤去に抗議して、車の下に潜り込んだというね、本当にすごい、 ヤギさんなんですけどいやこれね実は私ある写真をね見つけてしまって思わず吹いてしまったんですよ。それがね実はこれでございます。トンこれはですねあのヘリチ反対教の方々が挙げている写真でございましていわゆる反吉の方々ですね。 今日はヒージャーかっこヤギ汁を作りましたとえヒージャーを食べてねはいえ疲労回復これでねまた座り込みしますということでございましていやーすごいですねはい目玉焼きさんの予想が合ってるかもしれません。<laughs> <laughs> はいモンドさんいつもニラありがとうございますそれも連発でニラニラでございますいやねこの人たちね結構何て言うんですかあの密殺っていうんですかねはいまあヤギは勝手に屠殺しても大丈夫な動物なんですかね普通はあのそういったね飼育してる動物をね屠殺する時には えー、きちんとしてやっぱり手続きがいるはずなんですけどこの人たちがそうういいっっったこととをやってるようにはちょっと見えないです、まあ、実はね私も前にヤギをね屠殺するのを見たことあるんですけどまずあの両手両足をくくってあの吊るすんですよね。で吊るして目っと鳴いているヤギをですねなんと首をねザクッと切るんです。すると えー、ここからね血が噴き出してくるんですけどその血をねあの下に置いた、えー、ボールとかあのバケツに溜めるんですはい血を溜めるんですよすごいですよ本当に噴き出してきますからねドクドクという感じでねもうどん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 血が出てくるんですけどそれを、えー、きれいに洗ったこのステンレスのボールなどで受け止めるんですけど、まあ、これがね あの時間が経つとこの血がなんとプリンのように固まるんですよ。プリンのように固まりまりで沖縄ではそれをニラと一緒にですね炒めてチ入り茶はいチー入り茶といって非常に珍味に、ね、なっているんですよね。まあ私はさすがにね一度も食べたことはありません。 はい、皆さんのところではどうですか？血を固めて食べるというそういったことやってますかね？まあ、沖縄ではね、このヤギの血入り茶っていうのはまあ、食堂のメニューなんかにも出てくるようでございましてね、まあ結構ポピュラーなものなんですけど、私はもうダメですこういうのは。はい、ヤギ汁自体がやっぱりダメ。はい、まあそういうね、まあ小さい頃に。 目の前でヤギをね屠殺するのを見たせいかもしれんですけどどうもヤギというのは非常に苦手さてボギー中さんから石鹸男の宮城さんがチー入り茶好きらしいですがということですごいなんか美味しいらしいんですよチー入り茶はねはいいやどんな味がするかちょっとわかんないんですけどニラと一緒にねニラとあと玉ねぎと一緒に炒めてから 食べるとすごい美味しいらしいんですけど皆さん沖縄に来た時にちょっとねこれ挑戦してみたらどうなんでしょうかまあでもね半吉活動家のね元気の源はニラだけではなくヒージャージルであったということがねはいまあ、このように写真で出てますけど大きな大きなこれは神明ナビと言います沖縄では神明ナビにね 丸ごとこれにヤギ汁作ってるっていうことは1頭丸ごと潰してこれにぶち込んでるんかななんて思うんですけどこれをみんなでね食べて「はいエイエイここに座り込むぞ立ち上がれ」なんてやってると思ったらやっぱり変ですよね。前にに辺野古のののねテントであったあの非常に不潔な男かかららは体中からこの ヒージャーの匂いと泡盛の匂いとタバコのきヤ,ヤニの匂いと汗の匂いが混じった匂いがプン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 してきたんですよね。皆さん想像できますかヒージャー汁の匂いとそれから泡盛の匂いとタバコの匂いと汗の匂いでございます。<laughs> うすけさんつついつい 想像してしてまったんですすかねいいや本当に臭いんですよでよも顔すごいわざとね近づけてくるんですけど至近距離で見たらね歯磨きしてないからもう歯や荷がいっぱいついてるんですよもう気持ち悪いはいはいエヴァ・メイ・ノンダスさんから座り込みじゃなくて匂い込みかということでございまして座布団3枚でございますよ 埼玉警備隊ラインバッカーさんから「女性もいるんですかと?ま」と、あ、女性いることは言いますけどいてもねあの大体があの70歳前後の妙齢の方かもしくは若い子はまず間違いなく県外の方ですね。県外の若い子は若いっだったってやっぱり40から30代後半ですけどうん。 結構清潔ですよ。はい。女性で臭い人っていうのは見たことはないです。はいいやーしかしね匂い込みというのは本当にファンキーですよね。石鹸男宮城さんが出会った半地活動家たちはこの宮城さんにね花を近づけて犬のようにクンクン匂いを嗅いだと「お前せ い右翼だろうっていうことでございましてね石鹸の香りイコール右翼ということでございましていかに彼らがね普段から石鹸とは程遠い匂いをまとっているかっていうのがこれによってようわかるんじゃないかなって思いますけどねはい、えー、埼玉警備隊ラインバッカーさんこっちは草屋で対抗ということですけどどなたかあのなんかねノルウェーか フィンランドかどっかの変な魚の缶詰がありますよね。ちょっと膨れている魚の缶詰。はい。魚のあの缶詰ですよ。それをテントで <laughs> プシュッと開けて放置してきたらどうなるんですかね。<laughs> はい。エバメインノンダスさんからシュールストレミング。 <laughs> それを半吉テントの中で開けてぶちまけてきたらたくさん猫が集まるんですかね <laughs> まあ彼らも集まるんじゃないかと思いますけど、まあ、お仲間の香りと言うんですかねいやーでもちょっとね今、えー、エバメイノンダさん書いてますけどシュールストリーミング。 もう想像しただけでもうもう肩腹が痛くなりますねあれ是非ねボギー中佐たりがあの買って行って半チテントのど真ん中で換金でプシュッと開けてですねはいそのまま放置して頓走する可能性もないとは言えないんですけど多分彼らは。 気づかないんじゃないですか、ね、気づかないあ、いい,匂いがするなと思うかもしれませんよはい私はそういうふうに思っておりますはいということで今日はね半吉活動家とねヤギさんそのヤギさんのね、えー、後々どうなるかっていうことをねちょっと暗示するような投稿、えー、を見つけましたんでお見せしましたけどまあこういうふうにねえー 毎日のように、まあ土日祝祭日、それから米国の休日はお休みではあるんですが、それ以外にはこのようにね、本当に遠くからわざわざ辺野古に来てね、こんなことやってるなんて、もうお元気でないとできないんじゃないかなんて思っておりますけどね。はい。え、ボギー中佐。猫をね、飼っているトミックさん。 自分の飼い猫にシュールストレミングの缶詰を開けてあげてみたら食べなかった食べなかった <laughs> え,えであ,あれあれって食べられるんですかこれやってるど真ん中にその缶詰を開けて放置してったらどうなるんですかねはいエバメ飲んださんヤギ汁おいしいのかなと。 いう風にねいや美味しいらしいんですよ。いや美味しいですよ味はね。ただ私はあの獣の匂いがあんまり好きじゃないんではい。いわゆるなんて言うんですか獣臭いというかえー、羊よりもっとねちょっと匂いが強いかなっていう感じでただねあのエバメーノンダスさんこのヤギの刺身ヤギの刺身はね美味です。 本当に美味しい臭みも何もなくて本当にガンガンいけますヤギの刺身をねあの生姜とニンニクと酢のね酢と醤油で作ったタレにねちょんちょんとつけて口の中に放り込むとねいやこれはもう泡盛りすみますよはいセイラーさんどうもこんばんはんこでございます ラムとマトンでマトンが臭いんだっけということなんですけどねあの何、はい、て言うんですかね、えー、私の表現主観であれば中学生のね男の子の物質の匂いっていうんですかねはいそんな感じの匂いはしますでも味はね抜群にうまい,、はい。美味しいですあの私 食べたことありますすけど味味は美味しいんですよただ食べた後に体中の毛穴という毛穴からねそういう何て言うんですかヤギの匂いがプンプンしみ出てくるのが苦手でございましてねはい森の都さんシュールストミングはスウェーデン産のニシンの、ね、塩漬けを缶に入れて発酵させたものということでございましてえセイラさん食べたことないんですか結構食べていいそうですけどねはい あのなんか食べると血圧が上がるっていうふうに言われてますけど、今度中佐が来たときにはちょっと食べさせてみましょうかね。ヤギ、はい。中佐にヤギ、中佐から思いっきりヤギの匂いがプンプンしてきたら、私どうすればいいんですかね。はい。角が生えてくれるどころか、尻尾が生えてきたら大笑いしますけどね。まあ中佐に尻尾が生えたところでヤギには見えないですよね。 なんかあの、はい、えー、絵本に出てくるあのでっかい猫みたいな感じになるんじゃないかというふうにね思っておりますさて、えー、今日もね本当に面白い写真をねどんどんお見せしていますけど久しぶりにね肩腹抱えて笑ったのが実はあるんですよはい皆さんこの方知ってますはい。 この方諸越さんっていうんですかねユニにファクトチェッカーファクトチェッカーと自分で言ってるとこがすごいなと思うんですけどねはい1956年生まれ1956年生まれなんですけど本人はなんか二十歳だと言っているということでございましてねはい二十歳まあその方が何をね笑かしてくれたかと言いますと ある質問をね載っけたんですよ。はいこれで「ございます今日は胃の中の蛙津であるネトウヨどもに現実を見つけましょう、ね、見せつけましょう」ということで山本太郎さんは総理大臣にふさわしいふさわしくないということであのアンケートを取ったっていうんですよね。 私この方ネタじゃないのかなと思っているんですけどあんまりにもおかしくてですねはいそれに多くの人たちが投票したということで見ての通りまあふさわしくないが97%ふさわしいが3%ということでございましてねいや本当になんか笑かしてくれますしかしこういった人たちっていうのはねもうこういう結果が出ても 必ずなんか言言いい訳がましいことを言うんですよねアウェイでの戦いの中ネトウヨツボネトサポによる妨害に遭いながらも令和新選組の政党支持率0.6%を大幅に超える2.5%が総理大臣にふさわしいと答えた点は大きな成果だと思います。ネトウヨ涙目ということでございましたね。うーん どううなんでしょうアウェイネットの中っていうのはこれ、ね、ホームとかアウェイとかないと思いますよはいネットの中はねいやね沖縄タイムスみたいに自分なんかの土俵でばっかりやってるのはそれはねやっぱりそれ以外の人から見るとアウェイにしか見えないんですけどネットっていうのはこれ皆さん平等な、ね、フィールドだと思いますよ。 はい、それをね負けたらアウェイというところが非常に面白いそしてねネット四つをネットサポによる妨害どんな妨害があるんですかね投票してっていうことで投票したら妨害になるんですかねはいそれからまあ政党支持率0.6%を超える2.5%がねふさわしいと答えてくれたっていうことで大喜びなんですけどまあこの方の リプを見ると本当に味方してる人が全くいないというかいやいないでしょう普通はねまあでもこういった人はねこれなんですよねはい、まあ、自分にとって都合のよい情報だけを信じ反証となる情報を探そうともしない心理現象これを「確証バイアス」ということでございましたねなぜかねはい 自分にとって都合のいいことだけを信じ込んで突如としてあの勝利宣言をするんですよね。はい確証バイアスいやほ本当に笑かしてくれますけどどうして左翼ってこういう人間ばっかりなんですかね。はい自分にとって都合のいい情報だけを信じ反証となる情報を探そうともしない心理現象。いやーまさにに確証バイアスに ね、陥ってるのが、まあ、パイオクということでございましてねいや本当にこういった人たちだから半、ね、吉運動に動物動員してねヤギを立たせたり座らせたり車の下に潜り込ませたり揚げ句の果てには駄目にして食べてですねあの座り込みの元気の源にするという非常に何て言うんですかね残酷極まる恩、ね、をあだで返すいやあ左翼は。 怖いですね、はい、私もあの鍋にされないように気をつけないといけないかなと思っております。はいということで <laughs> ございまして。<laughs> いや本当に最近はこういう面白いのがあってね見てるだけで笑えるんですけどいやーでも一番笑えるのは沖田の記者とその不愉快な仲間たちかな。はい未だに キルユクさんに負けたっていうかねはい、やられたことを根に持って仲間たちでうじ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 やってるところが本当にみっともない、はい、いやー本当に情けないですねまた今日もね面白い動画2つ上げてあげたりますんで是非また皆さんね見てゲラゲラ笑っていただければなと思っております。はい、ということで、えー、本日の「ボギー」 大のいただきちえー、今日もね週末の夜ちょっとでも笑っていただければ幸いかなと思っておりますよ。はい、我々はこういった確証バイアスに陥らないようにね、あの非常にねあのマクロな視点でさまざまな情報を分析してですね是は是非は非でやっていきたいと思っております。では、 えー、皆様明日のまた同じ時間帯にお会いしたいと思います、えー、雨が降り続く南の島からお送りしました「ボギー大佐の言いたい放題2022年11月11日を」をこれにて終了させていただきますでは皆様良き週末をお過ごしください今夜もありがとうございました、うん